意外といい。意外といい。そういう小粋なね、ところでちょっと、ほっとできますからね。ハートウォーミングです。で、力。これはスマートウォーターのあれかな？これは。入り口があるのか。なるほどな。旅の続きといきましょう。なんか不思議な感じやね。あっち側からにあって出てくと、あのピットレーがあのだからオートポリスのピットレーみたいな感じで、なんか逆な感じですもんね。まあ外はちょっとふわっとはしますけど、そこまで虫っていうほどではないですよ、もう。って言ってた加賀市ですよ。加賀自体はあれですね、うちのところだと、あの、グレードでね、あの、加賀さんに乗船した時とかがありましたんでね、お絵かの加賀のイメージが強いですけど、あの加賀ですもんね、加賀100万個の加賀ですよ、それね。あ、次のここがね、そうですね。甘子で、ここはでかそうだな。ここはちょっとガッツリ休むのに良さそうですね。次のサービスエリア67キロ、入っとこうか。入っとこうか。そうか。離れてるね。パーキングエリアはあるのかな？だから逆に言うと、そうやって出てくるってことは、ここはでかいってことで。青い線ってなんかあんの？青い線いいんだよね。ここは雨御前ね。まあカメラはもうてくるって、あちょっとあんまり撮ってんのか。上のところが空いてたらちょっと軽く行こうかな。よし。さ、やってきましたけどね、ありがたいことにね、レストランが24時間営業だったんですね。めちゃくちゃ助かりますね。なんでね、あ、そういや金沢来てたのにね、金沢カレーそういや食えてなかったんで、ちょうどここの名物ってなっとったんで、人気ナンバーワンってなっとったんで、金沢のカツカレーね、いただいてきましたよ。もしかしたら980円でね、しっかりとカットも入ってで、ボリュームもありますからね。あれですよね、多分あれってフォークを使って食べて、で、なんかマヨネーズを乗せるんですよね。金沢カレー、前に何回か食ったことあったんですけど、もうすっかり忘れちゃってましてね。最近そういや全然食ってなかったもんでね。確かそうだったよなと思ってね。でも確かにマヨネーズが置いてあるもんなってことは、これはマヨネーズをかけて食べやっていうことかなということでね、かけていただいてきました。よかったし、やっぱ、あとボリュームがきますね。いいですね。カツにマヨにドンとありますからね。カレーがドンと。ってことでね、食ったらね、どうなったかっていうと、今眠くなってるということでね。まあちょっとね、地図見ながらね、一応今後のプランとかね、考えていったらいいのかななんて
思いながらね。よし、ちょっととりあえず。多分このまま話すことは特になく、まあ探求しそうだけど、一応回しとこう。ああ、やべえ。お腹膨れて、弱、まあ、大満足で状態ですからね。満足で味しちゃってますからね。はぁ、あ。おはようございます。っていうことでもないけど。30分ぐらい、ちょっと落ちた。ので、まあ、これで2時間ぐらいの充電はできたでしょう。よし。さあ。ってことでね、まあ、ちょっと調べてみたんですけど、どうやって行こうかなと思ってね、思ったんですけど、やっぱ養老から行った方のが、トータル距離短く行けそうなんで、火鍋だとあの山道のところずっとね、走っていかないといけないんでね。まあ大都国道も山道って山道ですけど、あっちの方とか途中もね、コンビニとか、まあ、寄れるところもありますんで。で、養老までやっぱね、繋がってるのは大きいみたいですね。ということで、そっちから行こうと思います。予定だと3時間くらいで着くような予報になっとったんで、そうですよ、こっちなんだ。そういう合流の仕方なんだよ。で、新しいやつの方がちょっと重たいんで、実は意外と安定感、前に置いた時の安定感っていうのがありますね。よし、よっしゃー、行きに行くぜー。